緑は大方の見解において第三世界とされる国、木は第三世界に含まれることがある国第三世界とは西側諸国にも東側諸国にも属さない国々を指すものとして冷戦時代に使われた言葉である。これに対してアメリカ合衆国、日本、西ヨーロッパ諸国とその同盟国を第一世界、ソビエト連邦、中華人民共和国と その同盟国を第二世界という。これは地球上の国々を政治的、経済的に大まかに三つのグループに分類するための用語である。冷戦が終結し、第二世界が消滅してからは、第三世界という言葉もほとんど使われなくなり、発展途上国、後発発展途上国、グローバルサウスなどの言葉に置き換えられている。第三世界という概念自体が、 現在の世界の政治的、経済的状況を表していないことや、歴史的に見ても貧しいとされてきた国々が様々な所得段階を経てきたことから時代遅れになっている。第三世界とは、通常、アフリカ、ラテンアメリカ、オセアニア、アジアの植民地時代を経た多くの国を指すと考えられていた。また、非同盟運動に参加している国と同義とされることもあった。 ラウル・プレビッシュ、ウォルター・ロドニー、テオトニオ・ドス・サントス、アンドレ・グンダー・フランクラによる従属理論では、第三世界は経済的な中核の国々に支配される周辺の国々として世界システム論の経済区分と結びつけられていた。第三世界が意味するものは時代により変化し、また論者により異なり、第三世界という言葉の明確な あるいは合意された定義は存在しない。キューバなどは共産圏の国でありながら、しばしば第三世界とみなされていた。多くの第三世界の国々は経済的に貧しく工業化されていなかったため、発展途上国を第三世界と呼ぶことは固定関連となっていた。一方で、第三世界という言葉はブラジル、中華人民共和国。 インドのような新興工業国を含むと解釈されることも多く、これらは現在ではブリックスと呼ばれている。歴史的にはオーストリア、アイルランド、スウェーデン、フィンランド、スイスなどヨーロッパ諸国の中にも非同盟国が存在し、その中には現在も非常に繁栄している国がある。冷戦下における3つの世界第1世界、西側諸国、第二世界、 東側諸国第三世界、非同盟諸国と中立国フランスの人工統計学者のアルフレッドソ装備は1952年8月14日にフランスの雑誌エル・オプセル・バトゥールに掲載された記事の中で冷戦時代に共産主義のソ連権や資本主義のナトウ権に属さない国々を指して第三世界という言葉を作った。これは フランス革命前のフランスの三つの身分になぞらえたものである。第一身分は聖職者、第二身分は貴族で、それ以外のすべての人々が第三身分に分類されていた。装備は第三身分のように無視され、搾取され、下げ済まれた、この第三世界も何かになりたいと思っていると書いている。装備は資本主義権と 共産主義圏のどちらにも属さないという政治的コンセプトを伝えようとした。第三世界という言葉が作られたことで、資本主義圏、共産主義圏は、それぞれ第一世界、第二世界と呼ばれるようになり、三つの世界モデルが生まれた。毛沢東が提唱した三つの世界論は、西側で唱えられた三つの世界モデルや、その第三世界とは異なっている。 三つの世界モデルでは中国は第二世界に属するが、三つの世界論では第三世界に属する。毛沢東は第一世界は二大超大国、第二世界はそれらの同盟国とし第三世界はそれら以外の第一、第二世界から搾取されている国で構成されていると定義した。第三世界主義とは第一世界の影響力に対抗して、 第三世界の国々が団結し、他国の内政に干渉しないという原則を主張する政治運動である。この考え方を表現し、実践している代表的なグループとして、非同盟運動や77カ国グループが挙げられる。これらのグループは、第三世界の国同士だけでなく、第三世界諸国と第一、第二世界の国との間の外交の基盤を提供している。 この概念は独裁国家に対し人権侵害や政治的抑圧を覆い隠す一軸の葉を提供していると批判されている。世界の所得分布の大陸別密度関数、対数メモリ。左の1970年のものでは世界が富裕層と貧困層に分かれていることが顕著であり、世界の貧困はアジアに集中している。右の二千十五年のものでは 世界の富裕層と貧困層の区分けが消え、世界の貧困は主にアフリカに見られるようになった。アジアオセアニアアフリカ南北アメリカヨーロッパ多くの場合、第一世界と第三世界は明確に区別されている。北半球がより豊かで発展しているのに対し、南半球は発展しておらず、貧しいことが多いため、第一世界と北半球、第三世界と、 南半球が結びつけられて述べられることが多い。このような考え方に対抗して、1980年代後半から始まった世界の変化を提唱し、大収束と呼ぶ学者が現れた。ジャック・ゴールド・ストーンらは、20世紀において、第一次世界大戦前に大分岐がピークを迎え、1970年代前半まで続いた。その後、 20年間の不確定な変動を経て、1980年代後半には、大多数の第三世界の国々が、ほとんど第一世界の国々よりも著しく高い、経済成長率を達成したことにより、大収束にとって変わられたと述べている。また、冷戦時代の同盟関係への回帰を指摘する声も、ある。1990年から2015年の間に、チリ、 世界経済、そして現在の世界の大国と新興国の間の関係の力学に大きな変化があった。これは、第一、第二、第三世界という言葉の古典的な意味を必ずしも再定義するものではなく、G7、EU、OECD、G20、OPEC、NEXT11、BRICS、ASEAN、アフリカ連合、ユーラシア経済連合など、 どの世界の大国や国の連合に関連しているかによってどの国がそれらに属するかが決まる。第三世界のほとんどの国は旧植民地である。これらの国、特に小国の多くは独立後初めて自分たちで国づくりや制度づくりをするという課題に直面した。このような共通の背景から20世紀のほとんどの期間においてこれらの国々は経済的に 発展途上国であり、現在もその傾向が続いている。現在では、第三世界という言葉は、OECD 諸国ほどの発展を遂げていない、発展途上にある国を指す言葉となっている。1980年代には、経済学者のピーター・トーマス・バウアーが、第三世界という言葉に対抗する定義を提示した。バウアーは、ある国を第三世界に分類することは、 明確な経済的、政治的基準に基づくものではなく、ほとんどが、恣意的なプロセスであると主張した。インドネシアやアフガニスタンなど、第三世界に属すると考えられている国は、経済的に未開の国から経済的に発展した国、政治的に、非同盟の国からソ連より、西欧よりの国まで多岐にわたっている。また、アメリカ合衆国の一部は、 第三世界に似ているという議論もある。バウアーが第三世界の国々に共通する特徴として挙げたのは、それらの国の政府が西欧の援助を要求し、受け取っていることであり、バウアーは西欧社会が第三世界に援助を与えることに強く反対していた。このように、第三世界という言葉は、冷戦時代においても、その集合体としてのアイデンティティがないため、 誤解を招く恐れがあるとされていた。青は、後発開発途上国と国連が認定した国。緑は、後発開発途上国から脱却した国。冷戦時代、第三世界の非同盟諸国は、第一世界と第二世界の両方から潜在的な同盟国と、みなされていた。そのため、両大国は、これらの国々でコネクションを築くために、経済的、 軍事的援助を行い、戦略的に位置する同盟関係を得るために多大な努力をした。冷戦が終わる頃には多くの第三世界の国々が資本主義と共産主義のいずれかの経済モデルを採用し、選んだ側の超大国からの支援を受け続けていた。冷戦終了後、第三世界の国々は第一世界の外国援助を優先的に受けており、 それが近代化理論や依存症理論などの主流の理論を通して経済発展の焦点となってきた。1960年代以末にはアフリカ、アジア、ラテンアメリカの中で様々な特徴から欧米諸国から低開発国とみなされている国が第三世界と呼ばれるようになった。これらの国は裕福な国の政府や NGO、個人からの援助や支援の対象となった。 ロストーの成長段階と呼ばれる一般的なモデルによれば経済の発展は5つの段階を経て行われる。ウォルト・ロストーは第三世界の国には離陸が欠如しているあるいは離陸に苦労していると主張した。そのためこれらの国で工業化と経済成長をスタートさせるためには外国の援助が必要であるとした。1990年以降一部の辞書において 第三世界という言葉が経済的にも社会的にも発展途上にあると考えられる国を指す言葉として再定義されている。ポリティカルコレクトネスの観点からは第三世界という言葉は時代遅れであると考えられている。これはその概念がほとんど歴史的な用語であり今日の開発途上国の意味を十分に説明できないからである。 1960年代初頭に未開発国という言葉が生まれ、第三世界はその同義語となったが、政治家によって公式に使用されるようになった後、未開発国や第三世界という言葉はすぐに開発途上国や低開発国に置き換えられた。それは未開発国という言葉が敵意と軽視を示し、第三世界という言葉はしばしばステレオタイプで特徴付けられるからである。 また、四つの世界という分類は、主に各国の国民総生産に焦点を当てていたため、軽蔑的な表現となっている。冷戦時代が終わり、多くの主権国家が形成され始めると、第三世界という言葉は公式の場面ではあまり使われなくなった。しかし、この言葉は、単に開発レベルが低いという意味だけでなく、質の低いものや、 その他の方法で欠陥のあるものを指す言葉として世界中で今なお使われ続けている。第三世界の一般的な定義は冷戦時代は中立独立の立場にあった国を指していたものが今日では高い貧困率、資源の不足、不安定な財政状態で定義される低開発国を指すものへと変化した。しかし、 近代化とグローバル化の急速な進展により、ブラジル、インド、インドネシアなど、かつて第三世界とされていた国が大きな経済成長を遂げ、今日では、第三世界という言葉は、もはや貧しい経済状態や低い GNP では定義できなくなっている。第三世界の国の間の際は、時代を超えて拡大し続けている。また、ほとんどの国が独自の政治体制を持ち、 多様な心情のもとで生活している時代であるため、その主義によって、第三世界という国家グループを定義し、整理することもまた、今日では困難になっている。ありがとうございます。